スクイールホイール、バッテリーが少なくなっている、今充電中だから大丈夫だろう。急にバッテリー出てくるのやめてね、ほんとびっくりするから。また、笑ん？こそ、こそ、なんだこれ、ん？ネズミ、えい、ん？回して開けるんじゃないの？よく仕掛けがわからない。逆か？こいつが電力を。ネズミ、ゲージ。よくわからない。多分1個目ぐらいの隠しがそろそろ超えたぐらいじゃないかな。赤は倒せないんだね。樽持ってこれた気がする。開いてないね。ん、鳥いるよね。スコークスか。エコ電気回して閉めてたんだ。あ、とりあえず行けるところまで行ってみようか。あの鳥はあまり敵にぶつからない方がいいな。これの鍵はどうやって壊すんだろうね。これを走らせる。壊れない。壊れない。まだ開かない。これは全部壊して最初まで戻れってことかな。全部いったね、とりあえず。まあボーナス。星を20枚集めろ。まあもう一つあるよね。で、まあこれ多分最初まで戻んじゃないかな。そんな気はする。敵が復活してるやだやだやだ。復活するんじゃありません。ここ中間なかったね。そしてわらわら、多分最後まで行くとここが空いてるからここに戻ってくるんだと思う。嘘だ、どんどこどん。まあボーナスステージは確か OK だったはずなんで、ちょっとずつゲージが減ってるね。うん、そういうことか。あらあら、わら。で、1個はもう1個がボーナスか DK コインだから、もう1箇所なんか見つけないとダメだね。あら、行くぞ。あの敵を踏んでこっからジャンプして開けるのかな。上は、うっせえよこいつ。ダミー。ここね、意外に少ないね。あの DK バレルが。タイミング、わら。なんというパワー。意外にジャンプが届かないんだよ。
まあ、ここをどうやって壊すのかもまだ分かってないから、まあ、とりあえず分かるところからやっていこう。今敵倒しながら行ってるからさ。じゃあ帰ってみるか。ジャンプは気をつけろ。ジンガー的な、赤いジンガー的なやつがね、いるから。あとはあの回転の上が開いてないじゃん。うっそだ、どんどこどーん。開いてないじゃないですか。気をつけて。予想外です。開いてなかったです。無駄足、無駄足。あるえー。開いてなかったっすね。シュウヤさんとのタイミングでダガダメーかな。やった。くっそ。昔のゲームこういうとこあるよ。ジンガーの亜種。ここで中間、ここで中間なんだ。制限時間がないのがいいですね。ドンキーはあんまりね、制限時間ない、ね。シャッターへ駆け抜けろ。おお、開いていた。DK。まあ、とりあえずね、もう一個は見つけときたいんで。これはちょっと鬱陶しいぞ。下から狙った方が。今倒せた？こっちはなし。このステージ結構長いのです。ここか。長い、確かに長い。中間ないのか、これ倒せるよね。何回でも投げれるドン。あ、やっぱあるんだ。今回もほんなんかあるね、これ投げるか。おっせダメみたいですね。直接投げよう、そういう時は。とりあえず行った。もう一ボーナスステージか。思ったより上行くな、うん、初めのとこ関係ない可能性が出てきたな。これなんだろうね。痛い、首折れる。ダメだな。強制スクロール。てか長いな、このステージ。まだだいぶ赤ゲージ残ってるんだけど。あと2個ぐらいか。じゃあまたな、あれ。だいぶ残機溜まったな。よし、あと1個ってとこ。くそ、すぐ前にあったよ。取りに帰らなくてもよかった。これで初めまで戻る。そこまでひどくはな。あ、すごいパワーを感じる。で最後はここがいけるようになってる。新しい鳥だ。アンパンマン、新しい鳥よ。強い。もしかして
そういうことか。あの上にアイテムがあるのかと思ったんだけど、鳥をここまで連れてきたら、まあどうしようか、ボーナスが1個足りないね。残機って残るんだっけ。もう1隠し、ここ長いからやりたくねえんだけど。ダルジャマー、わらわら。ほらー、ここかな。と、よしよし。バナナを15個捕まえろ。すごい滑るよ。ドンキーさんはね、ほんとツルツルしてるんでね。この当たり判定がすっごいふわーふわふわじゃーなんでね。落ちた。ほらあれ、この当たり判定がふわふわすぎてね。どういう原理なんだろうな。チェンジ。今更ですが、ネズミが回してる樽にそのまま乗っても落ちはしません。今更だね、確かに。よし、やっぱこういうところはディクシーだね。さあ、帰るか。海流ピカチュウ、海流ヤドランピジョン、コダックコラスタズバットギャロップ。ここもしかしてまたまた2期アップもらえる。ネズミハム太郎みたい。ふぅ、これ無限期アップできるぜ。ヤドランよし。で、スワンキーのテント、まあ、ミニゲームかな。違うパターンがあるのかな。ゲームをする。こっちにポイポイスーパー。もうしたいいよもう。ちなみに3期アップです。青なので。緑か、2期か。ここまで来ると強制的にやらなきゃいけない3期アップね。青は。キャンセルできません。あんたの勝ち。あんたの勝ち。賄賂バナナを渡しとったんじゃろう。参加者に惜しみない拍手を。ごきげんよう。シャバダバシャバダバ。新ミニゲームが増えたら特にしないみたいだったね。おじいちゃん、わら。
ジャンピングスパイダー。てかこれ2面の難易度じゃないよね、この言い方好き笑い。いやーこれさ、やっぱもう3作目にもなってさ、買う人って前作前々作をすでにクリアする人が多いから、1面2面からもう難易度がかなり高くなってるよね。シャバダバ。正直ね、ワールド2の難易度じゃねえよこれ。お、拍手する人いない。なるほどね。あれ当たり判定はない。あ、なんだ、食らわないんだ。すっげえの来た。倒せる、よし倒せて。こいつ当たり判定ないんだね。何が楽しくて飛んでるんだろうな。ここ懐かしな。これでも壊されんだ。あ、やべ、今の実験まずったんじゃない。ちなみにクリアしてない状態でスタートセレクトはできません。まあ当然だよね。くっそ。まあベアコンここか。まだよし。よし。取りに行こう。そこで無敵切れちゃったか。一生ここで暮らさなきゃいけなかった。今の取れてもあのまま一生そこで暮らすしかなかったね。ここさらに上に行けないかな。はまった。ほらダメだった。 DV 容赦ないな。こいつはどう考えても踏めないよね。ベアコイン超簡単に貯まるけど、あいつここループしたらいいんじゃない。貯めたかったらめっちゃ序盤だよ。スーファミ時代ってさ、結構ガバなんだよね。スワンキーのテントでベアコイン増やした後でこの死に方は笑う。何を思って飛んでるんだか。となんでそんなとこ飛んでんの。おコンオンク。あれここないのか。と下降りてみる。おお、スコークス。スコークスじゃないか。攻撃ができるようになったスコークスじゃないか。ワンの時はできなかったのに。倒せんじゃん。ボーナス発見。そしてオーマー発見。下から来たらこれが分かるだけだったのかな。マナナを15個掴むのじゃ。どこに出てんの。ああまだ上あんの。そこにも敵いるのかい。1は明かり照らすだけだっけ。一応使うとこはあったんじゃないだっけ。やり直せるのは楽でいいね。全然バナナがないって思ったら上にあった。上に、いやらしい配置その2。よし来た来た。 B1 階の上に行く距離長いな。こっちからでも行けるね。あのマリオの水もそうなんだけどね、一回した時の上に行く距離が結構厳しいねっていう。もしかして全部上か。なるほどね、全部上なんだったらまあどうにでもなるわ。
上と下を行き来しなきゃいけないと思ってたからさ、急いでたんだけど、全部上なんだったらそこまででもないや。でもね、最後のね、メダル取るまでがミニゲームだからね、これ。よし。とりあえず一つ目のボーナス。オーケー、オーケー。あ、スコークスエリア終わり。ベアコイン、とりあえず50枚貯めなきゃ。懐かしい音楽。これさ、あれだよね。多分右に飛ぶよね。違うかった。タイミングによっては殺しに来ると思ったんだけど、違うかった。マジビビるわ。ああ家に帰るまでが遠足理論。視界外から来るのは勘弁だぜ。二面の難しさじゃねえよ、これ。ドンキーコングの敵は、蜂が主役に思える。いやー、これ二面の難しさじゃねえってさ。上から来るぞ、気をつけろ。わらわら。わらわら。あらー、わらわら。上から来るぞ。視界外から来るのは反応できねえよ。一応取っとこうか。いやらしい配置だな。難易度の高さが。一応こっちのルートも行っときたかったからいいんですけど、全然問題ないんですけど、こっち行きたかったからわざと死んだだけなんですけど。ほら、超ショートカットできるんですけど。このためにわざと死んだんですけど。よならばよし。ここよ、焦って乗ったら来るという罠。そうだったのか。ここで中間か。おーわ、怖っ。ん？何もなかったけど、ベアコインがあった。かな？さっきの今のだけかな。抹殺。ほう。高いジャンプをするの、下怪しいよね、これ。ここで下を確認。ん、あれ？なんもない。でも行くか。このゲーム結構虚空からアイテム取れるので。どういうこと？まあ昔のゲームにありがちなやつね。隠し部屋コインですね。いや、まだハリネズミが現れた。やっとソニックコラボかな。青いシャツの子デジ。上はなし。下かな。あんなところに風船が。そもそもこの風船誰？あ、すごい。クング。多分ここだよね。でも降りるけどねっていう。このゲームにはドンキーコングいないんですか？スーパードンキーコングって名前なのにね。不思議。ドンキー要素ゼロだよ。ふむ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 。うわあ、びっくりした。うわあ。あら、こんなところに隠しバナナが。これは持っていかなきゃいけないやつじゃない。あっ、これを最後まで、もう、あドンキーコング、笑い。まだまだまだある。おっと、まだタルはある、タルはある。DK バレルもある。別に今のタルは何に使えって話だったんだろう。私にはそれがわからない。ほっ。使わずに残す。残すのが正解。伝説みたいなもんでしょ。適当。
ゼルダの伝説はゼルダ出るじゃん。あら、わら。ああ、使っちゃった。この上怪しくない？この上。そこ鳥いるよね。敵だった。ドンキーがいるとは言っていない。ほ、あ。ハリネズミ倒しようかな。こいつ乗れるぞ。一生こいつここで生活すんの？はいはい。ペロ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 。床ペロ。まだ D… 確かにスパドンさんはドンキーとディディは行方不明になったって設定だったな。うん、なんか探してるって初め言ってた。ほう。わらわら。もう一ループ。あおんな、わらわら。これであとは DK コインだけ？てかここ長えな、ここも。キツツキ、八面で覚えてろよ。よっと。ゴールは見えた。ここなんか覚えて。なんかワニさんが歌ってる CM だった気がするさん。この上がありそうじゃね。バッテリーは少なくなってないっつってんでしょ。DK コインがわかんにゃい。もう戻れねえじゃん。やばい、戻れない、止まらない。で、一回もクリアしてないから外出ることもできないしね。ここ穴開いてるからね、こっから帰ってくんのかな。まあいいや、クリアしよう。ここ毒ちょっと面倒かったかな。探索ファイトです。やらやら、またバッテリだね、とりあえず。ここの上？あ、もしかして。ダメだ。どうする？うん、行けそう、届きそう。行くぞ。はっはっ。あっと、あ、さらに上投げ。どこ行くねん。帰って、復活復活。気づいた。チェンジチェンジ。入らない。ディクシーに変わりたい、変われない。正解。その後が、まあ、起きる。あ、変われた。よかった。
落ちてあったって踏んだり蹴ったり、はあ、変われない、チェンジができない、変われた、よし、逆ショートカットだったね。 OK。 いやこれあれだよね、クリアしないとダメなんだよね。ここで出たらどうなんだろう、試すか。いいじゃんクリアしなくていいじゃん、ナイス、クリア不要ですね。